日本東京都江東区有明有明は東京都江東区の町名。現行行政地名は有明1丁目から有明4丁目。郵便番号は135-0063。江東区深川地域に属する。東京湾埋め立て1号地にあたり、東京臨海副都心の一部をなす。台場の東、下の目の南西、豊洲の南に位置する。中央首都高速湾岸線。 東京湾岸道路、臨海線が横切り、それを基準にして、北に、有明1丁目と有明2丁目、南に、有明3丁目と有明4丁目が置かれている。有明3丁目は、オフィスビルやホテルが立ち並び、年間1300万人が来場する、東京ビッグサイトがある。住宅地の地下は2013年7月1日に、公表された東京都の地下調査によれば、 有明1の3の17の地点で49万2千円平方メートルとなっている。1931年からの10年計画により埋め立てられた。このエリアは1980年代後半までは主に工業地として使われていた。1.2丁目は1968年4月1日に住居表示が実施された。 3.4丁目は1979年4月1日の成立で2009年11月1日に住居表示の実施とともに2丁目と3丁目の丁目会及び東隣の篠の目2丁目との町会を変更しそれぞれ道路を境界にする形に改められた2丁目と3丁目の新たな丁目会は国道357号となった 2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京臨海副都心の地区名としては、有明1丁目と有明2丁目が有明北地区、有明3丁目と有明4丁目が有明南地区にあたる。静止会社を中心とした倉庫街となっている。なお、 有明一1から3丁目とは、海で隔てられており、有明不登校で接続されている。ありがとうございます。